皆さんこんばんはドム内放送局の日刊ニュースでございます2020年2月の政府デル会議中の決議で政府はベトナム国家銀行に対し新業機関費用をガス減重症の利率を低減させるように継続的に奨励するように指示しました また、貸し付け条件を見直し、貸し付けプロセス、手続きを簡素化し、重要なで実験可能で合理的なリゾースが可能な時の便利の輸出高い融資を即効進するようにまとめました。同時に、貸し付け残高をサイコチックし、企業や市民が困難を 乗り越え信用資金に接近できるカ家家をこそ予行させます。 石油目的か中国家的に2021年から2025年の債務処理に関する金融管の説明再構築プロジェクトを実施します。金融管に対して債務処理と回収の労力を強化し、賃料の品質を向上させ、新たな不利用下減の発生を防ぎ、制限します。未知の義務的な銀行に対する移転計画を2024年未知までに政府に提出するよう急ぎ、サコムバンク銀行 にに対する計画を迅速に策定します長い間企業が注文不足で労働市市場が復帰であった後と、年の初め初めから、道内での労働者の再増増強が活用危機活発になっています。 2004年の鉄ドが終わった後、これは、どんないの労働サービスセンターが襲来する最初の求人取引所です。繊維製品および空中は、川業界が最も多くの労働者を募集しているセクターである全体の約75%を占めています。このの企業では のちから現在まで注文が非常に多いため企業は500から700人を採用する必要があります。最低会社の人に担当者のライティ・ンティーは工業団地ビンハシ・ドムライに所在する土佐において労働者はかなり充実中しています。土佐は500人の労働者を募集していますと述べました。ドの 工場サービスセンターによると、2024年年賞の求人取引所は昨日行われ、産業の企業が参加し、総募集人数が3000人以上で、そのうち90%以上が一般労働者です。約450人の労働者が求人情報を調査し、面接に参加しました。約300人の労働者が採用される予定です。 ドンナイ署のビンハ市のタンハチクが私は日中の仕事を希望しており、給料は7から800万ドンでも買いません。そこを行の、そこを行の、職務に興味がありますと述べました。ジャンティ・トゥイ・チャム市のドンナイ労働サービスセンターの社長によると、第一市販機の採用人数は2万人以上で、主に一般労働者、専属織物、 宇宙化は関連であり去年の動と比較ししてて倍増に浄化していますドムナ内労働サービスセンターはベトナムの道内層に位置する労働サービスセンターで主に労働者と教会一体を結びつけることをサポートし同時に企業に対して適切な労働力を見つける手助けをします。センターは中央就業者と企業が地域の 工場十条と機械について理解し合う機会を。適用するために、工場取引の場内イベントを開催しました。情報によれば、ハノイからホーチミン市の往復航空券の価格は。週末週末に最低で三百六十万。 に下がっていますこれは1から2週間前と比較して価格が半分になったことを示しています。 同時にハイフォン・タンハー・ウン・ホチミン市・シコのモ、シュマチのオフク、国権が300万ドンから始まると報告されています。約10日前、これらの地域からホチミン・シノのスパチピンは大部分が売り切れ、またはビジネス・クラスの席しか残っていなかったとされています。全体的に見て国内線国権の価格は4月30日から5月30日 渋滞地の日まででににさらに下がるですある民間国会社の広報担当者によれば国内線国圏の価格は寸前中のピクキーを過ぎ、利用客の移動需要が減少しているため4月初めから減少し始めています。

これにより、地区の青年度目メンバーは、武尊野鳥の両側にある丹番橋から約プンまでの約3キロメートルの区間に、1250組の国旗を設置しました。これには国旗のベースポール及び国旗が含まれており、総額約4900万ドの予算がかかりました。祖国の旗の道、ブロザク島は、青年度目のメンバーや若者が道路の景観を構築する中での赤木業、 国的な役割とボランティア精神を剥離する実用的な意味があります同時に国旗を祝日中や国の祝日に掲げることの意義に対する人々の認識を向上させ国家への愛好推進と誇りを喚起し国民全体の団結心を高め美しく文明的な諸国を築くために人尺化ています 産業貿易基によりますと、2024年の最初初めからの2か月間で、合算産,産業は積極的な情報を示し、ており、工業生産支持数は前年度期比べで65.7%増加しました。これは2024年2月に年末年始が完全に 踏まれているにもかかわらず、労働日数が減少している、どういう状況です。 その中で、加工製造業は引き続き、工業の発展を終了し、前年比5.9%上の弱割を果たし、初代的な除火において5.2%のポイントを貢献しました。最久中、業は3.5%減少し、初代的な除火において0.6%のポイントを減少させました。発電及び配電業は12.2%増加し、1.1%のポイントを貢献しました。 ノおズび排水処理費用は2.5%増加し0.04%のポイントを貢献しました。